どうも皆さんこんにちは。引きこもり、出かける出かけるから、で実際出かけるまで3時間以上かかる。どうもお待たせしました。朝のね8時に起きて、今ようやくね、15時29分出発しますよ。出発しますよ自転車。大丈夫かな、ね。チャリンコ配信開始してます。なんとか今のところ行けてそうですね。これね、これね、乗ってるかどうか分かりにくいでしょう。乗ってるんですよ。外亀に変えましょうか、一瞬。ちょっと変えれるかな。外亀に変えるとね、分かるかな。変われ。ほら、あ、分かれへん。あ、これチャリンコの鍵、あ、ちょっと右斜め前は映ってるのかな。うん、ちょっと景色映ってるでしょ。これチャリンコ乗ってますよ。チャリンコ乗ってこれチャリンコのブレーキのワイヤーやからね、これね、うん。チャリンコ配信です。これが伝説のチャリンコ配信ですよ。ね。ほら、ちゃんと後ろの景色、後ろ、こう、ちょっと俺が避けたら後ろの景色見えるんじゃない。ほら、後ろの景色が流れていくでしょ、これ。自転車っぽく流れていくでしょ。ね。チャリンコ配信ですよ。これ伝説のチャリンコ配信ですよ。チャリンコにね、アームの、あのスマホスタンドをつけてますので、同行法にも触れないね感じでやってます。じゃあ、振りはやめてください。チャリ旅はできませんよ。僕はあの仕事がありますからね。その毎日毎日ね、あのごめんなさい、本当はね、毎日毎日暇やって言って、ね、あの引きこもり童貞、あの無職、中卒無職の引きこもり童貞ニート演じてますけど、僕結構ね忙しいんです。うん、だからね。チャリ旅はできないわ。で今ちなみにこれ あれですよ、あの小島に向かってますけど、上信行こうかな。上信電機の方がいや、あなたは主婦だからいいよ。あ、ね、主婦の方は暇でもいいんだけど、うん、40歳超えておっさんがね、平日の真昼間からこんなニートみたいな格好してね、チャリンコでフラフラしてたら怖いでしょ、うん、怖いでしょ。僕も怖い。いいのかな、これこれで仕事成り立ってんのかなと思うけど、今日ちなみにね、ちょっと前に売れた車の決済金が入金されました。おめでとう。パチ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 、うん、車屋さんの方も順調なんです、僕。なんだかんだ遊んでるように見えてね、僕車屋さんもやってるからね、こう見えてやってるからね、うん、売れたよ1台。白のビッツ4、白の四駆のビッツが売れたよ。ちゃんと輸出されたよ。1台目やから記念に見に行けばよかったんけどね、神戸港まで、うん、そう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 。僕自動車屋の社長もやってるからね、うん、フリーランスのファイナンシャルプランナーとキャリアコンサルタントをしながらね、うん、相続アドバイザーなんかもいろいろな資格持っていろいろやってるけどもね、プラスアルファ、ね、プロダクション会社もやってて、ね、うん、自動車さんもやってて、やったら古物の買い取り業もやってるからね。俺どんだけ業種やっとんねんみたいな、そんだけ業種やっとんねんこんな暇でいいのみたいなね。結構暇やな。もうちょっと電話なるかな思ってんけどな、古物の方は。もう慣れへんから、もうロイヤリティだけ掘れてるような状態でもうほったらかしてるけど、それはそれでいいとして、それはそれでいいとして、そう、小島電機に向かおうかな思ったけど、やっぱ上信電機に変えるわ。小島電機より上信の方がでかいやろ。上信の方が見応えがあるから、あっち、あの江南もひっついてるし見応えあるから、上信電機行くわ。上信関東にないんでしょ、上信電機って。あれ関西資本らしいね。あ、エディオンね、エディオン、ね、それぐらいしかネタがないからな。何買いに行くかって、洗濯機のホース破けたから買いに行くだけ。洗濯機の排水ホースをね、移設したら破いちゃったから、それを買いに行くだけなんだけど、1000円ぐらいの買い物やけど、お取り寄せしかないらしくて、しゃあねえな思いながら、うん、女
新電機行くわ。ああ信号この中途半端なタイミングで変わるか。ちょ待って、そっち向かうんやったら、そこの信号渡るんやったら出てすぐそっち行っときゃもう今すでにもうだいぶ進んでたんちゃいますのんっていう。今向こう行ってぐるっと回ってきただけっていうすごいロスをしてるんだけど、これあんまりガタンガタン行くとねスマホが飛んでいきそうで怖いんだけど、ポーンでポーンポーンでスマホが飛んでいきそうで怖いねんけど、ポンポンスパポン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 って飛んでいきそうで怖いねんけど、見てこんな平日真昼間にね、今日今何時、3時半でしょ、3時35分でしょね、え今日は3月の29日木曜日ね、3時36分ぐらいですけどもね、平日のこの真昼間ね誰もいませんよほんまにここ大阪市内か、人おれへんけど大丈夫か、まあ、車は走っとるけども若いお姉ちゃんなんか誰一人おれへん、春休みよね、今春休みよね、大丈夫これ、こんなんで大阪は大丈夫なのか、若いお姉さん一人もいませんよ大阪市内に、うん、はあ、今時の JCJK って何して遊んでんの、昔はほらちょっと危険な遊びでさ遠行とかあったじゃない、今ないよね、今絶対ないよね、今絶対援助交際ってないよね、ないと思うんだけど、すごい健全になっちゃったのみんな、やめろや、インスタ映えとかやめろや、何でふわっち映えって最初で最後やわあの言葉聞いたあれすごいよな、よくわからん、あのコメントを本人が売ってたんやろうか、今となってはすごい恐ろしいねんけど、あれ本人やったんかなと思うやろ、いろんな意味でね、インスタ映えか、まあ風俗場でも花見行くぐらいやからな、うん、今時の子たちはすごいよね、こうむしろなんか見バレしてもだからみたいな強気やよね、うん、昔のコーラはやっぱね見バレ親バレ彼バレねすごい気にしながら働いてたけど、今時平気やもんな、私デリヘル嬢やねんははぁみたいな、あーそうですかでみたいななんか社会的地位を確立されたかと勘違いしてんねんよな、あれ、いや別にいいんですよ職業だから、自信を持ってやっていただくことは全然構わ、僕は構わない、どちらかというと推進派ですんで、ね、いいんですけどそれはあくまでもそのお店の中でね、現地名をつけてるときはそれでいいんだけど、一般民間人、一般ピーポーに戻ってる間はあんま言わん方がいいよっていうのはね、正直今でもね、思うけどね。今時だとプライベートでどうと、私デリヘルやってんねん。いや、経営してるんやったらいいよ。じゃああなたはしゃぶりに行く方やんか、みたいな。あれはすごいびっくりするよね。もうなんかジェネレーションギャップを感じざるを得ないわ。まあそんな職業をね、20年間やってきて。やってきたというか、まあ、今回は7年ブランクあるからね、あれやけども、携わってきてふと今思うことですよ、時代の流れって怖いよね、上司どこやったかな、まだ向こうかな、これいいな、この配信いいな、俺もう当分チャリンコ配信に来ろかな、チャリンコ配信はすがすがしくていいよこれ、うん、なんていうの、風も感じれるしね、風を感じれるしね、俺と一緒に風にならないかい昭和か、昭和50年代のバイク乗りか、せせらぎの里って何これ、何せせらぎの里って、芝生広場へどの、あ下水処理場の横に何とかのさ、せせらぎの里って作ってそこの広場を利用するのがどうのこうの、すごいな、すごいでしょ、せせらぎの里よ、
何かな思ったら下水処理場の上になんか芝生敷いてあるところをなんか使うみたいな、有料か無料か知らんけど、みたいな。ちなみに今日朝うんこ4回行ったよ。いやもう夏が来てるよ。え、ここだって桜見えるよ。桜うそうか。桜春どころかもう夏来てるよ。そこまで春がそこまで来てるって叫んだらいいの？春がそこまで来てるあの変態やな。誰もおれへん。じゃあ、あのいくら叫んでも前、ほらあの信号の先のチャリンコが1台と後ろ誰もおれへん。ほら後ろもあのおっさん1人ぐらい誰もいないのよ。だから恥ずかしくもなんともないから、このところで叫んでも。残念ながらね、人がいないんだわ。そうなの、誰もいないのよ。びっくりでしょ。これ大阪市内やからね。大阪市平野区やからね。ここ大阪市内ですよ。大阪市内なのに誰もいない。ちなみに今あのチャイルドシートをつけたチャリンコに抜かれていきましたけどね。すごいな。まだあの誰や、かやくくんの住んでる港区弁天町の方が人おるんちゃうか。ある意味ね。まあ向こうも生ポチタイやけど、港区弁天も大概の生ポチタイやからな、言うとくけど。そこも生ていうか、もう大阪全域どこ行っても生ポチタイにしか思わないわ。生ポが住んでないとこって北区ぐらいじゃない。北区がちょっと上品なだけで、じゃあ中央区もギリギリまあ少ないかもな、オフィスが多い分。でも北区と中央区以外どこ行って、あ、東成、ああ大井正とかあるからちょっと生ポ入っとんな。バイクでも買おうかな、中古バイク75,000円、マジで安いよ。ジョグとか85,000円で売ってて、これ昔は高いな思って見てたけど、今見たら安いな。いや、あのお金って怖いよな。余裕のない時ってなんかもう2万円でも高い気してたけど、今20万って書かれてもあっそうとしか思えへんもんな。恐ろしいわ、お金の力。いや、借金の力ってすごいよな。お金のあるなしじゃなくて借金のあるなし で全然違うよ、気持ち的に。借金があるともうなんかもう1円でもケチろう思うけど、借金ないとあっそういくらなんぐらいな。借金したあかんな。借金はしたあかん。借りにやったらあの知り合いから借りよう。踏み倒せるから。うん、借金とか金借りるんやったら知り合いから借りよう。踏み倒したらいいから。もう連絡音信不通にしたらそれでいいんだから。それが一番いいよ。よくあんのよ。あの昔おった店の子でもなんか友達に貸してる貸してるで、お前貸してんのはええけど、お前それ回収できる見込みあんのか。まあ、あの女全額踏み倒されたけどね。回収できるわけないやん。いや貸してじゃあ毎月お前が稼いで毎月貸してんねんやろ。もうその時点でそいつ破綻してんねんから貸すだけ無駄やん。回収できるわけないやん。宝くじでも当たんのかそいつ将来的にみたいな。貸す側がアホなんやけどね。またあの人よしというかバカというか、おったわそんな子。友達命みたいな子いてるよね、たまに。特に女子グループ。この間のあのメンヘラのあのわけのわからんお姉ちゃんもそうやったけど、なんか人に意見聞いてるくせにこっちが喋ったらちょっと聞いてもらえますみたいなこと言う、あのわけのわからんやつ。じゃあお前が聞かせろだから聞いと言って喋ったんじゃんわ、こっちは。でも答える何、俺答える意味ないやん、喋らんでええやん。ふんふん言うてたら変かそれ、みたいな。ふんふん言ってたらそんなふんふん何でも言うて死んでしまえよお前は、みたいな。そういう女の子に多いよね、なんか友達命みたいな。全然向こうは友達とも思ってないのに、向こうは彼氏命は思とんのに、なんか勝手に友達命言うて必死な女。あれどう、あの生き物ってどういう性質してんのやろな。友達が良かったらまだいいけど、そういうやつの友達に限ってね、大体あれなんだよね。あのもうそいつもそのアホな女は肩にはめにかかっとるから、 あの子に言うと貸してくれるわこれ、あの子貸したらええわこれ。
どうなんだから、あのべったりとかまた離れてまたべったりとかって繰り返すじゃないですか、女友達って。それがあかんねやろな。だから普段から俺高校の時の連れ、あのほらこれ、ね、10万事件の10万円事件のね、高校時代からのやつもつかず離れず、いや別につかないな、だって一定の距離保ってるもん、うん、それべったりする必要ないやん、まして男同士で気持ち悪いやろべったりしとったら、うん、ね、ちょっと距離を離して付き合ってるぐらいがいいのに、なんかもうべったりなるでしょ。なんか女ってなんか一緒に降り出したらずっと一緒におらんくない、なんかずっとなんか朝ごはんも昼ごはんも晩ごはんも一緒に食べてみたいな、え、お前らいつどこで仕事すんのみたいな、職場も一緒ですか、あ、同じ店に出勤ですか、あ、なるほどねみたいなそうなってくるでしょ。だいたいそういうやつらに限って片方が男作ったらちょっと仲悪になったりするの、ほんでそれに対抗してまたもう片方も男無理やり作るとするけど、そういうやつに限ってそこで出会いがあるで、わけのわからん男にサクッとはめて、うん、彼らも全部行かれてまうってやつね。自分の金だけ、自分の稼いだ金だけやったらええけど、借金までさせられて、あげくの果てにはなんかもう家の財産まで持って帰るバカ思ったけどね。女って怖いよな、そういう意味では。バカだなぁとは思うけどね。まあでもそれはね、本人が選んだ人生だから、うん、僕がとやかく言うつもりもないしね。あ、そうなんて聞いて鼻の中で笑ってるだけで、うん、決めんのは自分やからな、でも好きなんやろって、うん好きとかだからそれでいいちゃうあ、親こいつみたいな。大体ですね、ハマればハマるほどね、人に反対されれば反対されるほどそっち行くもんだから、うん、放置しといてあげるのが一番や。上心こんな南側やったっけ、なんかもう過ぎてるような気がするんだ。まあ、時間は無限大にあるからいいねんけど、今日一日暇やからいいねんけどさ、すごいなんかその平野区でもすごい南の方来ちゃったような気がすんねんけど、え、上司まだこんな、え、まだ、そうマジでこんな南やったっけ、え、違う違う、うわ俺間違えてんじゃん、真後ろちゃん、だってもうドライビングスクールまで来ちゃってるよ、逆走ってきてるやん俺、戻るのこの距離、マジでここまで来たのに戻るの、マジかよ、神昇格寺まで来てる、どこやったかな、調子ママチャリ、あ、ママチャリって見えへんねんなこれ、そう結構こう見えて僕ママチャリ似合うからね、その辺のお姉ちゃんにちょっと聞いてみようか、その辺のお姉ちゃんに聞いてみようか、上司ってどこですか、すいません、ちょっとすいません、すいません、ちょっと聞いていいですか、上司ってどこですか、上司電気江南と上司、こっちですよね、ありがとう、ごめんなさい反対だったわ、めっちゃ反対だったわ、めっちゃ反対方向だったわ、聞いてよかった、なんかベビーカー付きのチャリングママチャリやったけど、ベビーカー付きのママチャリな、あの若い子で結婚して子供もパッコン産んじゃってる子の方が幸せなんよな、きっとな、女の子、アホな女の子に限あのは特にあの若いうちに結婚した方がいいんやろな、うん、どうせ風俗とかさ水商売にはめられちゃうんだからそこに行く前に男に養ってもらった方が幸せなんかもしれんな、まあ、でもそれに幸せを感じることそうじゃない子がいてるからね、だからまあそこは面白いと、よく手繋いどるだからうちは若いカップル、ええー、のええー、のあっぴらだから手繋いでイチャイチャしちゃえの、今幸せそうにしてるやつ全員死ね、今幸せそうにしてるやつ全員死ね、今笑てるやつも全員死ね、今笑てるやつも全員死ねこれ家出てから10分ぐらいしかまだ経ってないよな、マジでか、この30分人は壊んのかな思ったらまだ終われへん、結構走ってんで、ちなみに結構走ってんで、平野区一周してんじゃん俺もしかしたら、
昇格寺まで行ってもだからな。あのお姉ちゃん分かりやすかった。上信電気どこですか、江南と一緒のところ。あ、こっちですそれで分かんのかよ、それで分かんのかよ。平野区民さすがやな。平野区民の上信電気ってそこしかないんやろな、きっと。もうチャリンコやし。そうよね、こっちよねみたいな、ははーみたいな。ローソン右言ってたな。ローソンどこやったかな。ローソンって何、どのローソンや。夏、あ、ローソン出てきた。このローソンや。あ、このローソンや。違いない、このローソン。そうそう、賃貸保証の FR のこのローソン。このマンションも 2DK ぐらいの家賃めっちゃ安い。この辺めっちゃ安い。この辺大阪住みやすいと思うねんけど、まあ電車からちょっと遠いけど、家賃は4万円、5万円台で、ちょっと広めの 2DK 住めるよ。あれ？あれ？右曲がったけど、マルハンしかない。違う。このローソンじゃない。あれ？あれ？違うのか。あれ？ローソンってこれしかないねんけど。ローソンってこれしかないですよ。うわ、俺あのお姉ちゃん騙されたんちゃん。マジか。あ、でも今飲んでよかったかな。髪きた。もうそうそう、その辺で右に入っとかんとマジ騙されたん、騙されたん、騙された、騙されたんかな。ローソン右って言ったよな、確実にローソン右って言ったよな。でもローソン右曲がったら見えたのマルハンだけやってんけど、一応信じてちょっと一本ずれてるけど、こっち、ここ曲がっとこう、ここ曲がっとこう。これ前から車、後ろから車来ない一方通行道路だから、ここも曲がっといて。あれ？いろんな工場あるね。いや、いろんな工場あるよね、本当に。すごいな。いろんな工場があるよね。いろんな工場あるわ。ああ、ここもアストモスガスってあるやん。アストモスガスって鹿児島だけかなと思ったら、西日本にはあんのかな、アストモスガス。あんな若い女の子はなんか板の出し入れしてるけど、大丈夫か？姉ちゃんかおばちゃんか分かれへんかった。パーカー着てた。まあ俺もパーカー着てるけど、もう今トレーナーとパーカーで十分よね、この時期。だってもう暑いで、今日めっちゃ暑いもん。またここ桜満開の公園、桜満開公園です。桜満開公園一人で花見とか悲しいわ。一人で花見とか寂しいやろ。一人で花見は寂しいわ。夜桜でも見に行こうかな。チャリンコで？チャリンコで見に行くの？この自販機、ここの会社なんや、あの100円自販機の追い流れ。来ない。チャリンコのサドルからペダルに足届けへんかったら、チャリンコ進まへんやろ。普通に考えて。足届いてるかの意味が分かんない。いや、チャリンコいいね。たまにはチャリンコいい。これ俺当分ちょっと このまま俺事務所も行こうかな。なんて、遠行もこれで行ってみようかな。遠行もこれで行ってみようか。チャリンコ、あった、あ、上信あった。あ、ほんなさっき言ってたこの道で追ってたんや。ローソン右で追ってたんや。見えへんかっただけなんや。っていうか、渡ってもうて。渡らんでいいのに、渡ってもうて。上信着いたぞ。上信。ここ上信と江南一緒になってるから、うん。ここはいいよ、いろいろあるし。
そういえばさ、沖縄で読んだあの二人組に、知り合いが店するからその時は手伝ったってなってたけど、結局俺自分でやってるって、YouTube で暴露しすぎちゃうか。そら連絡けえへんやろ、自分でやってるみたいな。まあ困った時は連絡くれたら。なんでや、見えないわ。あ、ここチャリンコ置き場広い。ここ駐輪場広いで、お客様用駐輪場めっちゃ広い。よし、着いたわ。着いたぞ。コーナー着きましたよ、コーナー。よいしょ。どうも。どっかの主婦か、俺は。いや、チャリンコで買い物に来ちゃいましたよ、チャリンコで。チャリに乗るってどういう意味？チャリに乗るの間違いかな。すごいな、このスタンド。でもしっかりつきよんな。スタンド置いとこう。帰りもこのまま行こう。よし、これで行こう。着いたよ、着いたよ、上司。あつ、うわ、もう電池あれへん。もう 39% しかないわ。早いな。どこへ行ったらいいの？上司に行った方がいいの？コーナーに行った方がいいの？多分コーナー売ってないのよな。多分ホームセンターに売ってないのよな。だって専用のを買うのなんかサイズが合えへんみたいなこと言ったから。洗濯機の排水ホースってどこですか？スタッフ捕まえよう。家庭用品、家電用品。めんどくさいから延長しようかな。めんどくさいけど延長しちゃうとこ。どこにあんねん。家電？洗濯機自体がまず置いてないもんな。洗濯機自体置いてない時点でもうやばない？無理だろ。照明じゃないしな。家庭用品でもないしな。あ、この延長用のはどこで持ってんの？違う、延長用じゃない。延長用ではない。この排水ホース、これ延長ではないの。延長用はこれはどこでも売ってんねんけど、これじゃないの。これ安いよ、3キュッパー、2キュッパー。これでええねんけど、これでやったらつかへんのよ。これじゃないの。これでもええねんけどな、つくんやったら。まあいいや。上司に行こう。